たまたまその雪解けの時間の流れで一瞬見せてくれる自然のこう造形美みたいな、ちょっとタイミングを外しちゃうともうただの沼、ちょっと急いで見に行くとまだ雪に覆われた沼、だから一番いい時っていうのは本当に1週間前後、だから今年も会えて、まあ、よかったなということ。凍った沼の上に雪がどんどん降りまして、そして春になってこれがどんどん溶ける際にその深さがうまくリングを作るという現象を引き起こしているのではないかと。でリングができた後に今度は真ん中の雪が氷なので隆起するということに、今度は太陽の光線が当たって目が黒目ができて開眼と。開眼しない年もありますし、もうあのリングができてすぐびしょっと潰れてしまう年もあるので、運が良ければ見れるというような。八郎太郎という物語もあって、やはり昔から竜が住んでいたと。こちら十和田湖、そして八郎潟とこう竜がこう逃げていったとかですね、その中間点にある八幡平なので、まさにという感じですかね。竜神様にお願いして晴れにしてもらって、したら晴れてこれたので、幼い者としてキュウリと生卵も持ってきました。多分日本人は、自然に全てのものに、命が宿る、八百万の神っていうね、そういう考えを持っているので、全てに感謝ということで感謝しに来ました。